日程第3行政報告を行います市長から行政報告の申し出がありますのでこれを許します小田川博史市長、はい、皆さんこんにちは、えー、定例会よろしくお願いをいたします それでは行政報告を申し上げる前に1月1日に発生しました令和6年能登半島地震におきまして犠牲となられた方々に哀悼の意を表するとともに被害に遭われたすべての方々に心からお見舞いを申し上げますそれでは令和6年第1回つくば来市議会定例会の開会にあたり行政報告を申し上げますはじめに今ほど申し上げました能登半島地震に対する被災地支援についてでございます 最大震度7を観測したこの地震は、建物の倒壊や火災による広範囲にわたる家屋消失など、甚大な被害をもたらしました。本市におきましても、被災地の復興支援のため、さまざまな取り組みを実施しております。まず、石川県の都庁及び七尾市を対象に、ふるさと納税制度を活用した代理寄付の受付を1月4日から開始いたしました。 被災地の自治体職員は、市民の安否確認や避難所の整備などの対応に追われ、ふるさと納税に関わるか受付といった業務が難しい状況にあります。えー、代理寄付受付は、被災していない自治体が被災自治体に代わり、寄付金を受け付け、被災自治体職員の業務負担を大幅に減らすことができます。 代理寄付の受付は3月末までを予定しており、2月末日現在で、能登町に対し約1100万円、七尾市に対し約940万円の寄付金が寄せられております。今後、それぞれの自治体と調整し、寄付金を受け渡してまいります。また、1月5日から市内公共施設に募金箱を設置したほか、12日には鈴洲市へ段ボールベッド316個、能登町にブルーシート450枚、 の救援物資を提供いたしました物資の輸送には防災課職員2名のほか茨城県トラック協会上層支部の方々にご協力をいただき無事に届けることができましたトラック協会の方々にはこの場をお借りして感謝を申し上げます加えて人的支援につきましても茨城県の派遣計画に合わせて1月25日から29日まで2月12日から16日まで 2月24日から28日までの各期間において、それぞれ2名、計6名の職員を派遣しております。被災,えー、被災地の復旧・復興は長期化が予想されておりますので、今後も状況に合わせて対応してまいります。次に、えー、フィリピン共和国、カルカル市との友好都市協定の締結についてでございます。昨年11月24日カルカル市役所において 市議会からも議長をはじめ、4名の議員の方々にご参列をいただき、友好都市協定の締結式を執り行いました。協定では、幼少期からの英語教育の充実や、異文化コミュニケーションの推進など、各分野における人材交流を目的としております。今後は、同市からの ALT 人材の受け入れや、両両師、学校間におけるウェブ交流のほか、教育以外の分野も含め、総合的な人材交流の活性化を図ってまいります。 市議会の皆様にも引き続きご理解ご協力を賜りますようお願いいたします次に、えー、産婦人科医院の会員についてでございます昨年12月1日に藤見川岡地,地内に筑波未来遠藤レディースクリニックが会員いたしました本市では 地元で子どもを産み、地元で安心して子育てができる町を実現するため、未来子ども基金を設立し、市内になかった産科医療施設の誘致を進めてきた中、このほど実現をいたしました。同クリニックは、市内で初めて誕生し、かつ県内でも13年ぶりに新設された産科医療施設でございます。また、出産だけでなく、産後ケア、入腺外科や婦人科の治療も受けられます。 医療環境としても妊婦の方や赤ちゃんのことが最優先に考えられており最新の設備に質の高い医療院内の快適性が追求されております同クリニックの会員が本市の子育て支援の充実や女性の健康維持の推進につながるものと大いに期待をしております次に1月7日令和6年筑波未来市20歳の集いを開催いたしました 新型コロナウイルス感染症が5類に移行して初めての式典となり昨年までの入場制限や抗原検査などの感染症対策は取らずに開催することができました対象者443名の約7割にあたる311名が参加し旧友との再会にマスクなしでの会話や思い思いに記念写真を撮る姿が多く見られ 楽しいひとときを過ごすとともに未来への第一歩を踏み出す輝かしい式典となりました次に1月9日茨城ゴルフクラブを会場として令和6年筑波未来市新春の集いを開催いたしました今年はコロナ禍前の形式に戻し昨年より35名多い223名の方にご参加をいただくことができました各会で 活躍される方々が一同に会した場で今年1年の市政運営について抱負を述べさせていただきまたまちづくりに関して皆様と多くの意見交換もでき大変有意義なものとなりました次に第27回米食味分析鑑定コンクール国際大会に向けた取り組みについてでございます本誌は、えー、未来型農業事業の一環として農業の担い手のさらなる、えー、育成のためこのほど 農業コンサルティングなど県内外において数多くの実績を築かれている宮城県仙台市の株式会社舞台ファームと連携したところでございますその連携の第一歩として令和7年に本市で開催する第27回米食味分析鑑定コンクール国際大会での金賞受賞を目指すため2月12日に舞台ファームの技術アドバイザーであり日本一のお米を作るカリスマ遠藤五一氏を 講講師にお招きししし演会を開催いたしましたま遠藤氏は山形県の稲作農家であり先の国際大会で最高位の金賞を何度も受賞し平成,、えー、平成19年には殿堂入りともいえるダイヤモンド宝賞受賞の栄誉を手に入れた米作りの匠として有名な方でございます。今回の消費者の心をつかむ農業を目指してと題した講演会には市内生産者など80名が参加し 水稲農業者の技術力向上を目的においしい米作りのノウハウを受講いたしました。次に、稚内市との交流事業についてでございます。稚内市とは、間宮林蔵先生をご縁として交流を図っているところでございます。まず、2月22日に、日本最北端に位置する稚内市立大岬小学校4年1組の児童11名と、本市の稲小学校4年1組の 児童36名の間でオンライン交流授業を行いました間宮林蔵先生の生誕の地である本市の児童とカラフト探検出達の地である稚内市の児童が間宮林蔵先生について学習したことを発表し合い共通の偉人を通じて交流を深めることができましたまた同日および29日に北海道稚内市応援こんだと称して市内の全 公立小中学校及び幼稚園にっ内市の特産品であるホタテをを使たたた給食を提供いししました東京電力大福島第一原発の処理水問題により中国が日本産水産物を全面禁輸とした影響を受け主に中国への輸出割合が高いホタテは過剰在庫や価格の下落が大きく水産,業者は水産業者の方々は大きな苦境に立たされております。 そこで、ホタテが特産品である稚内市を応援するべく、同志産の冷凍ホタテ430キログラムを購入し、学校給食において、ホタテのクリームシチューとして子どもたちに提供いたしました。なお、ホタテの購入費用には、公益財団法人水産物安定供給推進機構による補助金を活用しております。今後もさまざまな形で相互交流を図ってまいります。 次に3月3日福岡工業団地内を会場として第8回未来マラソンを開催いたしました今回は前大会と同様に小学生の部と親子の部を設けたほか新たに駅伝の部を種目に取り入れ私も職員とともに駅伝の部に出場いたしました当日は校庭に恵まれ市内在住在勤在学の総勢1,107名の方が参加し楽しくレースに挑んでいる姿が見られました また家族、友人、職場の仲間の方などが応援に駆けつけ、全大会以上の盛り上がりを見せておりました。次に、昨日の3月4日、台湾・桃園市政府の農業局長をはじめ、農業・商業に携わる42名の方々からなる農業関連団体,農業関連団体訪問団の表敬訪問を受けました。園市については 有効都市協定締結を前提とし、漁師間の交流事業を推進することを目的に、昨年9月26日から28日までの3日間にわたり、市議会からは議長にご同行いただき、同市を訪問いたしました。訪問後、両市で行っている米コンテストへの相互参加や、マラソン、少年野球での交流について協議を行っているところでございます。このの度同市の 農業,局か農業局から本市への表敬訪問および本市にある遺跡農機株式会社に設立された最先端のスマート農業の拠点、夢ある農,農業総合研究所への視察の依頼を受け、実現したものでございます。えー、昨日は稲庁舎において表敬訪問を、本日午前中には夢ある農業総合研究所を視察されました。 今回の訪問により、漁師の農業分野での交流が深まることを期待いたします。今後も農業分野に限らず、他分野での交流を推進してまいりたいと存じますので、市議会の皆様にもご理解、ご協力を賜りますようお願いをいたします。最後に、柔公民館の一般利用再開に向けた工事の完了についてでございます。 八原公民館につきましては新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場として令和3年2月から一般利用を制限しておりました昨年12月には集団接種を行わないことを決定し一般利用再開に向けた工事を進めておりましたが本年2月末にすべ、えー、ての工事が完了したため 末日から利用申し込みを受け付け4月2日から利用が可能となります長きにわたり市民の皆様をはじめ多くの方々にご理解ご協力をいただき心から感謝を申し上げます以上令和6年第1回定例会における行政報告といたしますこれで行政報告は終わりました ここで行政報告の訂正がございますので、これを許します。小田川博市長、はいえー、失礼いたしました、えー。先ほど申し上げた行政報告の中で、やわら公民館の利用申し込み受付を2月末日からと申し上げたところ、えー、正しくは、 本日3月5日から利用申し込みを受け付けますということですのでご訂正の方よろしくお願いいたします。